はい、今日もあなたと百姓天国。本日は5月の26まで来ましたか。はい、金曜日ね。さあ夕方近くなって、出荷をねなんとか終わってね、山本さんに段ボール箱持ち込んでね、そう終わってあと暗くなるまでにね、今さつまいもの畝立てね、昨日の続きやっております。はい、管理機ね持ってきて、さつまいもねもうちょっと今半分ぐらいまで来ましたけど、雨が降りそうでね、降らないで、できるだけねさつまいもはそんなに湿気、ていてはよろしくないので、乾いた土、これでも結構湿ってる方ですけどもね、でももう待ったなしでやらないと間に合いませんね。明日の夜中にはもうこっち出なきゃいけないんでね。はい、はあ、さあそんなことで黄昏れてる場合じゃないんだ、いいよ。畝立てしてね、こうやってそしてマルチを張ると、それをひたすら繰り返すだけのことなんですけどもね。はい、こんな感じでね、できるだけね、もう大きくこうやってかなり土寄せ、なんていうんですか、高畝にしてありますんでね。まあさつまいもね、このかまぼこのこれをね大きくすればするほど太りますんで、できるだけ大きくねしたいんですよ。はい、なのでねこんな風にやっておりますが、まあ来年以降はね、まあ来年はちょっと難しいかもしれないですけど、昔ね昔の動画見てもらえば分かると思うんですけど、このかまぼこマルチのトラクターのアタッチメント持ってますんで、ただねそれに接続する小さいトラクター持ってないんでね、大きいやつしかないですから、だからまあその辺をねちょっとどうするかって考えないといけないですね。はい、よいしょ。芋掘り機械もそうですけどもね、この2年前のリノに際してね全部売ってしまいましたんでね、トラクターも売ったしね。まあまさかこういうことになると思わなかったんでね。笑います。さて、よいしょ、こっちか。まあこのさつまいもが終わればね、これで、全ての芋類はね、じゃがいも、里芋、ヤーコン、そしてさつまいもと4種類全部終わりですからね。まあ昔に比べれば本当に全然量は何分の1ですかね。なのでね、サクサク終わらなきゃいけない。でもやっぱりあれだよね、本当に年取ってきたせいかやっぱりこうしんどいよね。あー、やっぱり年を取るとできないってことなんだねと思ってね。あと10歳若ければ全然疲れることない作業だと思うんですけど、いやー還暦回ったら怖いね。60回ったらどうなんですか。今よりもさらに落ちていくわけですからね。いやー70になって足は動くんですか。だから早いとか作業が早いとか遅いとか、もうそういうレベルじゃなくて、なんかちゃんと自分の意思の通りにできるとか、午前中やったことを覚えてないとかね、もうそんな恐ろしいね。そういう自分がでも必ず老いというのは誰にとってもね平等にやってくるわけでしょ。どうですか、まだ70歳とかでね、農業の世界において70なんてまだまだちゃんちゃらね、50代って新人ですからね、下手したらまだお前首が座ってないよなみたいなこと言われたりしますからね、50代若手ですから。そういう意味ではね、まあ一般常識は全く通用しないこの農業という非常に恐ろしい世界ですから、いや本当に冗談じゃなくね、千葉時代はあれですもん、50代僕ともう一人の人しかいなくてね、視力はだいたい65ぐらいですもんね、平均してね。そうでした。で70、80ぐらいでね畑やってる人いっぱいいましたからね。70なんかまだ序の口ですもんね、本当に農業の世界においてはね、恐ろしいことで。結局それがなぜ成立するかっていう話になるとね、ほとんどの場合ほら観光栽培の方が多いので、そうするとさ、ほとんどが機械ですからね。僕のようにこういうなんか手作業でですよ、管理機で畝立てでこうやって手でマルチを張るなんていませんよね。だからまあね、観光栽培でしたらね
基本トラクターだとかそれ乗ってるだけで大体できる。まあそれだけじゃないですけどね、もちろん全然効率は違いますからね。まあしょうがないですよ。よいしょ。そういう意味ではね、だからこのオーガニックのこの設定野菜、まあ最後まで頑張ってね、お客様が待ってくれている限り僕はやろうとは思ってますけど、まず70 70まではやるぞと。70以降は分かりません。まあそれでも10年以上ありますからね。でも10年って農業の世界であっという間ですからね。結局あれだけね、魂込めてやったあの成田もね、千葉の時代も十数年で終わってしまいましたし、あっという間でしたね、本当にね。いろんなことありましたけど、過ぎてしまえばね、まあ何でもそうですね、過ぎてしまえばもう何でもケセラセラでございまして、何でもありというかね、どうってことないですよね。今思えばあの 3.11 でえらい目に遭いましたけども、それも今じゃ笑い話ですよね。だからそういう意味では2年前の離農宣言すらもう今や笑い話になりつつあるということでね。そのようにしてね、だから人生というのは本当に恐ろしいですね。いろんなあんなことやこんなことや辛いことやいろんなことありましたが、全てが日常に飲み込まれてね、行くわけですよね。恐ろしいことでございます。よいしょ。これ使ってるマルチは110ですからね、110センチだとこうやってね、かなり大きい畝にできますので、昔ね里芋120でやったことあるんですね。120だともう相当でかいですよね。はい、まあ110が一番いいかなって感じですね。じゃがいもは95で十分ですけど、里芋とさつまいも、あとまあ来年はねヤーコンをやると思いますけど、だからヤーコン、里芋、さつまいもは110センチマルチがいいんじゃないかなと思いますね。だからじゃがいもだけですね、95は。今じゃがいもね、あの掘っててメークインが来週掘って終わりですね、メークインね。あとはもう後半戦ですけどね、もう後半戦は諦めましたんで、草だらけになっちゃいましたから、見えますか、見えないと思いますけど、まあちょっと種芋だけの確保はね、シャドークイーン、ノーザンルビーね、この辺りは買うと高いのでね、種芋だけは確保したいなと思ってるんですけどね。まあ来年以降は3年目に入ってくるんで、ちょっと余裕を持ってね、はい、いろんなことをやっていきたいなと思うんですけど、やっぱまだまだねちょっとバタバタしますね。やっぱり軌道に乗るまでは3年から5年ぐらい、やっぱ最低3年はかかりますね。まずこの季節感がね、まだ私中部地方の出身なんですけど、やっぱりほら、あ、まあやぶちっちゃ子供の頃のね、もう私もっとあの寒いところの出身なんですよ、実を言うとね。はい、それに比べればここ今いるところ暖かいんですけど、高校の時はね、僕はあのスポーツ選手、アスリートだったんでね、でこの東海地方出身ですから、よくね東海地方の東海県内は例えばあのいろんなとこ、多分ね高校時代が一番僕旅をしてるんですよね、国内においてはね。あのしょっちゅうそのいわゆる県代表としてそのいろんな試合とかね、あのあったのでね、それでよく授業中公務であのいろんなとこ行きましたよね。高校2年の時にインターハイがね鹿児島だったんですよね。遠かったですね、あんま覚えてないですけど、はあ、いろんなとこ行きましたね。よいしょ。皆さんチャット GPT はご利用になられてますか？チャット GPT を農業で生かすにはどうしたらいいの？誰か頭のいい人教えてください。
あれなんか聞いたら答えてくれるんですか、なんかログインしてあれですか、誰でも利用できるんですよね確かね。はい、いろ何を日本の農業はもう終わりですかって尋ねた人います？チャット GPT はなんて答えるんですかね。はあはあ、よしよし、まあこういう作業がねできなくなったらもう終わりですね。私ももう引退でしょうね。サクリだとかね、ああいうこういう手作業がねできなくなったらもう農家あの百姓としてはね多分もうお払い箱というかね戦力外通告ですよね。はい、育成契約にもすらさせてもらえない。はい、来期はもうあなたとは契約を結びません。はい、いつかそういうふうに自分で言わなきゃいけないね時が来るんですよね多分ね。はい、来るんでしょう。自分で自分にそれを言わなきゃいけないんだからね。ただね、まああのこの YouTube では話してないとは思うんですけど、いくつかねそのまあ70まで頑張って、もちろん70過ぎても体が動きはやりますけど、しながらねやっぱりこうあのまあそれまでには百姓図カフェ2を出してると思うんですけど、最終的にはねちょっとやりたいことがあるんですよね、いくつかね。それができるかどうかですよね。はい、農業以外の活動をねしたいなと思ってるんですけど、そうすると今から逆算するとね60後半ぐらいからそれをやらなきゃいけないんでね、できるかなと。まあでもね、せっかく人生は一度ですから、一つはねこれを話してもいいな、一つはあの死ぬまでの間に一回銀座で個展を開きたいっていうね。これはあのこれは別にそんな規模はね大小ありますけど、お金さえ払えばギャラリーを貸してくれるので、ね、これは多分65歳ぐらいから準備してね、2、3年かけて準備して作品を作ってね展示していきたいなというふうに思っておりますよ。これはまあ70までにはやりたいかな。はい、ずっと20年来じゃないな、十何年来頭の中で構想している作品たちはもうせめぎ合っておりますので。ねえ、それはそんな難しくないですよね。誰だって別にねギャラリーをあの貸し切りにすることはそんなに難しくないのでね、それはあの僕自身じゃなくてあの 近しい人が昔その個展を出すのに僕も手伝ったことあるので、あ誰だってできるんだということをねその時に学ばせてもらいましたが、ねギャラリー個展あのそういう銀座のギャラリーを1週間とか2週間っていうそういうタームでねあの借りてやることができますので、ですよね。僕はよく もちろん僕あの詳しいことは知りませんけど、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はあ、よいしょ、あと最後もう一回やっぱりねえチベット密教行ってみたいとは思うんですけどね、行けるかね、行ってる時間あるかね。はい、あ
あのインドの山奥にダライラマ芸家がおらっしゃるわけですけども、まあでもそこまで時間あるかね。はあはあ、そう思うとね、百姓仕事しながらやりたいことはいくつかやっぱあるんだろうね。まあでもあんまり世俗のことには興味ないんですけどもね。よしよしよし、はあはあ、よし。このマルチ張りも遅くなったよな、本当に。昔は50メートルぐらいがシャシャシャってできたように思うんだけど、やっぱりねえ、体力の衰えとやっぱりそれに伴うスピードの衰えはやっぱりいかんともしがたいよね。もっと早かったと思うんだけど、やっぱりイメージしてもやっぱり体ついていかないもんね。もう動かないし、足痛いし、70になって足が動いているかどうかがね、まずそれがポイントですからね。人工関節を入れますかね。でもそれ保険が効けばいいんだろうけどね。保険効かないですもんね、確かね。保険が効くんだったら、だけどなんか言ってたな、手術した人がやっぱりほら、何ヶ月かあの入院してリハビリとかしないといけないから、まあ無理ですよね。うん、その間畑どうすんのって話だもんね。はい、ということで、よし、よいしょ、1,2,3,4,5、はい、全部で8本か9本ぐらいね。もうちょっとあの辺まで行かないといけないんでね。はいはい、頑張りますよ。今日一日じゃ終わらないね。はあ、明日午前中やらなきゃいけないから、はあ、結局また徹夜で行くことなんだな。はあ、眠いよ、しんどいよね。えでもいいんですね。どうせいつかは楽になるんですはい、ということで、よいしょ。さつまいもの値段でね、5月の末までにやっぱり終えたいよね、さつまいもね。その梅雨が来る前にね。そして6月入ってね、梅雨が入って雨が降ってくれればね、さつまいもの苗の活着もいいだろうしね。あんまり心配してないですけど、はい、ということで、はあ、もうちょい頑張らなきゃ。今ようやく半分ぐらいかね。ということで、さつまいものうねだてねをしている百姓農園の動画でございました。それではまた。はいはい。